ーマス？そりゃ誰だ。トーマスって誰だ？聞いたことないな。そんなやつこのまま通さない。トーマスって誰だ？さあ答えろ。お前はどこの誰で何をしている？早く話せ。僕トーマス機関車だよ。外道から大切な貨車を運んでる、君はなんで止めるの？前にこれを置いて、早くこれをどかしてよ。あとは何を答えろっていうの？わー、トーマスの迷子になっちゃった。めちゃくちゃに頑張って、もう時は治らない。トーマスって誰だ？聞いたことないな。ないね。知ってる。俺も。本当。独り言だ、うん、ほらトーマス。おい、ちっちゃいの。それが名前か。でもまだなんかよくわからん。もっと教えろ。僕トーマス機関車だよ。いたずら好き、ジェームスの貨車を運んできた。いつも同じ仕事ばっかりで、何かを変えたいからここへ来た。じゃあトップハムハット、今日に言わなくちゃ。ビュンビュン走らないと怒られちゃう。いろんなところ行ける、いろんなもの見られる、空飛ぶ鳥のように、機関車は自由だな。すぐに駆け出してく。お前らはいつも言い訳を並べて時間に遅れる遅れる遅れる。先に進みたいならなんかするんだ。俺の知らないことをもっと話せ。知らないこと？知らないこと。本当のこと？本当のこと。わー、トーマスは迷子になっちゃった。どうしようもないんだ、どうしようもない。そうなのか？ちょっと静かにしてくれないかな。今考えてるんだからさ。無理しない無理しない。ボイラーが壊れちゃうよ。かわいそうに、メインランドでトーマスなんて誰も知らない。それだ。僕トーマス、僕トーマス、ほら知らないでしょ。ああ、聞いたこともないね。名前本当さ。僕トーマス、僕トーマス、君の知らないこと、本当の名前を教えたでしょ。知らないことを